去るシルバーウィーク中の4日間、山梨県富士吉田市のホテルエバグリーン富士を会場にグローバルリターニーズカンファレンスが開催されました。この GRC に海外で信仰を持った帰国者クリスチャンや海外生活歴のあるクリスチャン、また彼らに重荷のある働き人や宣教師など国内外から約450名が集まりました。御言葉に聞き、励まし、祈り合い、またネットワークを築くなど彼らの信仰フォローと成長を目的としています。今回のテーマは We are his dream。 帰国後、まるでそれまでの海外生活が夢だったかのように信仰者として歩むことにギャップと葛藤を覚えやすい帰国者クリスチャンの現状を憂い、むしろ神の夢に生きようとエールを送ります。よく帰国者から聞く言葉で、海外にいたことは実は夢だ、ただの夢だったんじゃないかって、日本に帰ってから本当生活が大変で、そういうふうに言われる方がの声を聞くときに、いや神様はあえて本当にずっと神様ご自身が夢見てその人たちを海外に送って出会ってくださった、でもそれをただの夢だったって言っちゃうのは本当に神様が一番悲しまれてるっていうのを思ったので、本当に We are his dream っていうのは神様の夢として生きることができるように、ただそれだけじゃなくて神様が夢見たことを今度自分の夢として生きることができるようにっていう意味があります。4日間の集会プログラムは毎日夢に関するテーマが付けられました。全体集会の講師の一人、大島重則氏は2日目の講演でマタイ1章18から25節を通し、ヨセフを変えた神の夢について語りました。婚約者マリアが突然妊娠したという衝撃的な出来事から来るさまざまな疑念が正しい人ヨセフを悩ませます。そしてマリアを守るために彼女を内密にさらせようとしました。しかしその時、神の見せた夢がヨセフを変えます。神は主の使いを通して3つのことをヨセフに語りました。1つ目は聖霊によること。恐れないでマリアを迎えなさい、その胎に宿っているのは聖霊によるのですと言われた神は、あなたの人生に起こったこの出来事は聖霊によるものだ、神がなさっていることだから大丈夫だとヨセフに語りかけました。またその名をイエスとつけなさい。イエスとは神は彼らの救いという意味です。恐怖と不安の真っ只中でも私たちは神の救いを見出すことができるのです。そして最後に、この方こそご自分の民を罪から救ってくださると言っています。ヨセフは正しい人でしたが、神の前に完全な正しさなどありません。マリアを心から信じることができなかった自分、聖霊により宿ったと言われながら内密にさらせようとし、自分の身も守ろうとした決断、そんな弱い自分の罪に気づいたヨセフはこの言葉に助けられました。自分の信仰の正しさを手放し、主の使いが命じられた通りにして神の夢に生きることを選んだのです。ヨセフが神の様の夢を見たっていうのは、ヨセフが苦しみの中、悩みの中だった、決して神様が共にいてくださるっていうのが分かるのは順調な時だけじゃない、むしろ本当にここに神様いるのかって思うような苦しみの中で、大丈夫、聖霊による導きの中であなたはいるんだ、あなたにとってこの救いを受け取りなさい、そういう夢を神様は私たちに見させてください。シンガポール日本語キリスト教会の松本明弘牧師は、海外でイエスに出会うをテーマに使徒の働き8章から話されました。ここに出てくるエチオピア人の宦官は、ピリポの出会いによってキリストと出会い母国へ帰っていった一人です。言うなれば初代リターニークリスチャンなのです。ピリポと別れ喜びながら帰っていった彼のその後については書かれていませんが、エチオピアは今キリスト教国となっています。彼らがエルサレムからガザまでの荒れ地で出会ったこと、宦官がイザヤ書53章を読んでいたこと、洗礼を受けるにふさわしい場所があったこと、このベストなタイミングの数々が備えられていたことは、
宦官に対する神の夢があったからです。同じように神様は夢を抱いてあなたに海外で出会いを与えられました。そこには続きがあります。次はあなたがピリポになって夢の続きを見ようと励ましました。神様が与えてくださる出会いの素晴らしさ、そしてその出会いを与えたっていうことには神様の夢がある。あの出会いはあそこで終わらないで続きがあるんだと。で、聖書には書いてませんから私たちは想像することしかできないんだけども、あの宦官がエチオピアに帰ってどうしたのかなっていうのはね、いろいろイメージできると思うんですね。ですから私たちが、自分の国に帰ってその後どうするのか、それはそれぞれが責任を持って書いていくストーリーであると思いますね。それを受け取っていただきたいと思いました。同カンファレンスは講演のほかにも地域別の集会や多くの専門分野に分かれ学びを持った分科会、帰国者の証や海外の日本人ミニストリーの紹介、祈祷会、スモールグループなど多岐にわたり豊富なプログラム内容が組まれ、始終御言葉と交わりによる霊の満たしと回復がありました。3日目夜の全体集会はハワイからホノルルキリスト教会日本語部の関真嗣牧師が神の子供としての成長と題し語られました。私たちキリスト者は喜びを回復して終わりではなく、そこから成長していくことが大切です。その成長の秘訣は天地創造の神をアバ父と呼ぶことのできる関係に入るということです。そのためにはまず自分が神に愛されている子供であることを自覚する、2番目に神の子供として生きる、さらに神の子供としての特権を生かすことです。あなたは神に愛されていると自覚していますか？神の子供としての特権を用いていますか？と関牧師は問い、自分を否定したり環境を否定したりする不信仰の世界から、あなた自身の墓から出てきてください、神はあなたを愛しあなたを呼んでおられますと力強く語りました。帰国者の方々が日本に帰ってきて信仰を失ってしまうということがやっぱり現実あるということを聞いて、でもこんなもったいないことはないから、でもどんなに人の方が神様から離れようとしても神様は絶対その人を離さない、で諦めない、でどんなに失敗しても何度転んでも神様は何度も何度も手を差し伸べてやり直すチャンスをくださるから、だから本当に神様の愛は絶対変わらないということをお伝えしようと思いました。最終日の集会テーマは夢を携えて出て行こう、最後は派遣集会と銘打ち、翌日からの日常生活に戻る彼らを御言葉を通してこの会場から送り出します。講師の大島氏が使徒の働き18章11節までの箇所から、神の幻に生きる私の民がたくさんいるからと題し、会場の帰国者たちを励ましました。アテネの宣教に挫折し失望していたパウロがアクラとプリスキラの出会いにより励ましを受けたこと、同労者であるシラスとテモテの存在に支えられたこと、そして何よりも神ご自身が恐れないで語り続けなさい、私があなたと共にいると言ってくださると伝えると、主が見ておられるのはあなたの信仰の弱さではなく、伝道への臆病な心でもなく、少ないクリスチャンの人数でもなく、ひとえに神が愛してやまない私の民と呼ばれる魂です。今私たちの家族や職場学校の大切な人々、神の民に主の愛を伝えようと励ましました。この4日間、参加者の皆さんは御言葉を通し、再会や新たな出会いを通し、また学びや祈り、自然の中での安息を通し、与えられたさまざまな時間の中でさまざまな恵みを体験しました。同じ京都で帰国者の方がいはるっていうことを、まあほぼ初めて知りました。一緒に何かできることがあったらいいなというふうに思います。
神様との時間を過ごさせていただいたようで、始まりの愛に立ち返るように示されたとか、同じ部屋の人たちとの交わりとかを通して、そうですね、本当に神様との時間をゆっくり過ごせたというのが本当に感謝の時間でした。今の恵みを本当に返すことっていうか、伝えることが自分にできてないなと思わされました。大きな教会の中にいて、そこでなんか奉仕して満足してる自分じゃなくて、本当に神様の救いを、喜びをみんなと分かち合って、特に知らない人に分かち合っていきます。にとっては帰ってきてすぐで、なんか息継ぎだったなと思うんですけども、ただ神様は私に息継ぎを与えるんじゃなくて、本当に神様が私になんで日本に戻してくださったのかっていう、あの御言葉による確信と、なんかこれから送り出される神様がどんな計画をこれから持っておられて、それを踏まえた上で私を帰国させてくださったんだっていうことが分かって、なんか恵みが継続していってるっていうことを知ることができてよかったです。リターニークリスチャンと呼ばれる海外でキリストを知り帰国してきた彼らにとって、母国日本が突然異国のように感じられることも少なくありません。でも大切な両親、兄弟、友達、たくさんいる神の民に同じ救いの喜びを得てほしい、神様の愛を知ってほしいと彼らは懸命に祈ります。伝道してもうまくいかず挫折することもあるし、クリスチャンホームに生まれたかったと嘆くこともあるけれど、家族でまず最初に自分が救われることが神様の夢であったなら、その神の夢に生かされ、その夢を全うしようと、彼らはそれぞれ与えられた神の民のもとへと使わされていきました。